キューピーは来年3月1日の出荷分からマヨネーズやドレッシング、ソース類など合わせて382品目を値上げすると発表しました。マヨネーズは34円、ゴマドレッシングを12円値上げします。また、J o イルミルズも来年2月1日の納品分から家庭用や業務用などのナタネ油製品を1キロあたり40円以上値上げすると発表しました。 いずれも世界的な食料需要の拡大や原油高で物流費などがかさんだことなどが要因です。